最後のヒットは5月12日の中日戦、朝倉から代打満塁ホームランを打ちました。いやーライトも非常に前に出てきましたね。あーそうですね、はい、大崎のライトのポジションはこの位置にいます。後ろがこんなに空いてます。そうですね、だから先ほど言いました同じ場面で堂林がちょっともう少し戦場でもいいんじゃないかと言ったんですけどね、西武はやっぱりきちっとできてますよね。三塁締めて、やはりこれぐらい締めていかないとダメですね。ここは一塁の浅村、サードのヘルマンもライン際を固めています。まあ、ですから三遊間は大きく空いていますが、レフトの栗山の守りが浅いですから、レフト前に打たれても大丈夫だよということですね。この位置です。まあ、やはりその外野の前のヒットと後ろのヒット、どちらが確率的に多いかというと、もう断然前の打球が多いわけですからね。はい、だからこういうシフトを取るんですよね。大きなセンターフライ。これはどうかな、これはどうかな。入った丸の一発が出ました。第3号のツーランホームラン。3番丸の第3号ツーランホームランが出ました。涌井打たれました。4対2です。どう見ましたか。いやーやはりストレート系統にね、球力ないですよね。はい、まあ若干シュートをかけているでしょうけどもね。丸の勝ち越しの第3号のツーランホームランが出ました。